最高だったんだ。見てるかおまおじ。おまし終わりました。全然。僕は終わった。おまおじはわかるけど、エブリさん一個何これ。タスクが終わっちゃいます。なんなん？俺めっちゃ。じゃあ行きますかね。はい。よろしくお願いします。カバ待機します。最高だったんだ。見てるかおまおじ。神ボ。こういうことか。ガチで神ボ。こういうことなんだ。こういうことです。そうです。今回サボタージュ直しません。なぜならもう右にタスクがなくなるからね。と思ったら出てきた。ブーン。うわ連打勝負負けたかな、おマシン終わりました。全然僕は終わった。ああじゃあよかったよかった。神棒だ。いや終わってないです。なんでここに2票入ってるんだ。思うじゃわかるけど、ね、なんでハイブリさん1票何これ。おまある。みちみち言っとる。吹っ飛ばしといて。エデンコ。今ね、欲しかったな。欲しかった。今、上部エンジン、2回はしご下ってるポが光って。じゃあ、右上から誰か左下に走っていく人いたよ。それ、竹雄さんだと思う、多分。え？あれ？今、竹雄さん、上部エンジン右から左側に行ってませんでした？いや。なら、対抗。鉱山から出て右下に向かってたよ。僕、シェリフです。あしかも鉱山から出てる。あの上部エンジンの給油らへんのところっていうか停電直しぐらいのところからかな。右下に左下に走っていく人いたよね。それは竹尾さんだったから。どっから見てんの宮さんは。慎太郎と一緒。俺は僕の後ろに宮君がいる。お母さんと一緒。タロシンと一緒です。まあまあまあ。じゃあまあシェリフです。おられまあ魚は鉱山ぐらいで死にそうだけどな。いや、でも、はない多分レポが光ったのが、そう、はしご2回下ったらレポ光ったんで、多分上部エンジン。あ、そうなんだ。停電直すあたりぐらい。え？ちょっと待って、あいつなんだ、その動き。死んでんのに。いや、普通に停電直しに行ったんじゃないかなと思ったけど。あ、まあ、絶対で、ね、魚で鉱山に、鉱山か展望側にタスクは100あるはずで、一旦前の動きと合わせると。うんうんうん、一旦、2ターン連続通信で魚と一緒に湧いてて、行動共にしてるから、だいたいタスクの位置わかるから。停電直したの、僕。鉱山か展望に助かるはずなんだけど、うん、まさかの。なんかシェリフ現行犯多いですね。ほい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 。タスクが終わっちゃいます。はい、同じくタスクマジで終わるな。これ終わります。まだめっちゃあります。なんなん、
俺もめっちゃある。ハイブリさん、自投票してマットアピとかしてるわけじゃないですか。あー、してるわ、してるわ。謎の疑いが。うーん、ばらけてますね。まあばらけてるとは言ってももう言うてあと4つだからな。お茶の子せいせい、せいせいお茶の子。まあ、ボタン押さずにタスクでええな。俺はサボで死んでるのか？あざす。なになになに？え？どうしたの？え？どういうことこれ？カメラ見てたら死んでたんだけど。ああ、そこにいるんだ。後ろでってこと？伊豆さんが。そう、そう。ああ。麺屋さんは望遠鏡を桃伊豆が直してるところを見て、で、僕は3人置いてって、今、荷上げしてるんだけど。トータさんしかないかな。俺は、もう、入力をずっとしてて、入力終わった時に、その2人置いて俺出てるよ。じゃあ、弁当ができる人。え、置いて出てどこにいます今。え、今ね、ドアのとこぐらい。どこのですか？展望の。展望の。5秒ぐらいやで、俺、カメラ見たの。いや、そんなもんだと思う。じゃあ、まあ直近切るってことかな？いや、もうガチ直近よ。めっちゃ直近。じゃあ、高田さん、白。はい。え？これ、マジ、何これ。あれ、シェリフって慎太郎なんだよね。うん、僕、うん、そうだよね。いや、伊豆さんがなんか俺になんかね、踊ってたのよ、ずっと俺に対して。だから、なんだこいつと思ってたんだけど、シェリフはそうだね、慎太郎だもんね。え、トータスさんっぽく見えちゃうけどな、ぐらい。俺はもうひたすら直し続けてたよ。で、やっと、OK になってって感じ。もう、もめ切るかなと思っちゃうんだけど。もう時間的にもうしゃーなしって切った説はタスク終わっちゃう、ね。まあまあ、どうせタスク負けだからって言われるか。もめっつって終わんなくてもタスク終わるんじゃない、うんうん、まあ、それはそうかも。まあ、それはそう。ああ、うん。そうやって言われちゃったらな。こっちするよな。マットは生きてんな。うん。何だ、さっきから無理無理。何も考えてない。マジのマットアップやったやつ。違う違う。ハイブリさん、本当にマットじゃない。違う違う違う。これだけ言わせて、ほんまに俺じゃないから。あ、あったまった。マットで出てきた時、うまいんだからもう。ちょっと全部当てんな。いいからな。やっぱりそうじゃないか。嬉しそうに出てきたなと思って。違う違う違う。ほんま、俺やで、ちゃうわ。バレバレですって。ご存知俺ですぐらいの感じで。じゃあ終わりますかね。はい。はい。ありがとうございました。はい。最後お願いしますって言おうとしてた。無限。無限高田村編はい、お願いします。あれアホ、終わりますかねって言われてお願いします、謎すぎる自分でツボった。